ダーイエン,ソンスース水コミュニティダーイエンは有地港の北西に位置しており、その近くのスポットがス水スコミュニティです。ス水スの名には2つの説があります。一つは山の間の泉が常に湧き出ることから浸出水。古くは台湾語でシェス水と呼ばれたという説。もう一つは初期の頃、 この地の泉の水が渋い味がしたことからスースイと呼ばれたという説です名前からわかるようにスースイの特徴はきれいな山ときれいな水です東米湖の上流とスースイはこの地域を流れていますスースイコミュニティに来たら乾燥遊歩道に沿って歩けば森林遊歩道、水上遊歩道 ウーチーボ・ユーホ島などを訪れることができますエンドには様々な商品作物、自然湿地、小川や滝のほかにいろんな種類のカエル、鳥、昆虫や哺乳類動物も見えますこれらはみんな数々の宝物です豊かな自然に加え、紅茶と陶器製造産業も知り渡っています その中でも、ス水スイロイヤルティは、ビルマシュ紅茶と台湾ズバ椿と交配させて作られた品種です。58回にもわたる研究改良を経て、ここにしかない超高品質で、大人気の紅茶、大茶18号と台湾紅玉が誕生しました。また、良い環境に恵まれ、 非常に珍しい洲水産の白銭湯を使って陶芸品を作ることで陶器製造産業を発展させてきました。まるで陶玄郷のような数水コミュニティは農村の風景を楽しんだり自然生態を体験したりする良い選択肢です。